聞いて書いて。あ、なんか汁が。え、めっちゃ赤いよ。もうやだ。もう匂いが無理。おはようございます。おやしゅうずとくて。あ、そうそう。15日にね。ね。はい。親知らずじゃないわ、普通に。なんだっけ、普通に、バシです。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。やだー、おはようございます。はい、早くやりたいって気持ちが、ね、辛い匂いする。はい、しみそう、マジ無理。というわけで、先日のジオゲスターの罰ゲームとなっております。イエーイ。一番紅茶で、水で、紅茶で。喋るな。黙れない人たちみたいな。黙れない人たちでしょ。一生喋るんだから。まあ女子はそんなもんよ。うるさいよ。はい、じゃあ負けチームの青山、池田翔が、うるせえな。黙れ。本当に。はい、負けチームの2人が北極となっております。わーい。北極って若元の中でどのくらいのレベルに辛いやつ、トップ2みたいな感じ。うそうだね、絶対食べれない気がするけど。北極なんじゃないかな。あんたはもう今が思ってた。自在自賛。生きてる。なんか友達にアドバイスを聞いたら、生卵をこうすき焼き風にこうつけるんだ。つけるんだ。いいよみたいな。だから紙コップのそういうことか。あ、そうそう、つけようで持ってきました。なんかぶち込むんじゃなくて、すき焼き風がいいやつ。ぶち込んでも味変わんなそうだもんね。まあでもこれ1本入れてもいいかななんて思ったりして。入れてもいいかな。牛乳。牛乳を北極の中に。まろやかに。まろやかになんないかな。チートじゃない、ちょっと。え、だっていいでしょ。だって入ったら一緒だよ。本当はバターも買ってこようと思ったけど。お前もう味変えようとしてるから別物なんだよ。だって無理じゃん、食べれないって。本当になんで罰ゲームする方が文句言ってたよ。辛いの食べれないんだもん本当に。僕二人に関しては普通の味噌タンメン。色違うでしょ、どう考えても。すごい、すごくない。で、アシ君が初めての中本桃子タンメンを食う。え、どうしたの。まだ喉いってんのに。どうしたの。絶対またやるよ。いや、そんなにあったら何だと思ってんの、中本桃子。でも刺激物ではあるからね。そうそうそう、弱ってる時は、ね、あの喉には良くないよ。お尻の穴が痛くなるし、うん、絶対お腹壊すよね、うん、これでしか入らないです。弱い人は気をつけてくださいっていう、ね、そうです。じゃあ平気か。藤木くんぐらいじゃない。腹は強いわ。胃腸がいるね。研ぐわ。いただきます。最初から生卵使うんですけど、はい、もろ。え、後からにしめよう、ま、なんで。だってしんどくなった時に使わないと良くない。なるほどね。ちょっと確かにね。普通に美味しい味噌ラーメン、うん、いただきまーす、うん、匂いがすごいよこれ。なんか飛ぶ。ずっとさ、モコタンメン中本じゃなくてさ、中卒だと思ってたよ。モコタンメン中卒。それあれじゃん。辛っ。無理。えぐい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 えぐ。無理だ。辛そう。え、本当に。え、え、無理。これ無理。あ、でも足くん食えてるか。まず吸えない。めっちゃうまいよ。めっちゃうまいんだけど。本当に辛いの好きな人は。いや、美味しいとかないでしょこれ。でもなんか結構普通に食べれてない。いや、マジで生卵がすごい。あ、そうなの。うん。青に使ってな。震え出しちゃった、うん、もう。勇ましい音が。ズル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 。吸引力結構後ろからちゃいけてるよ、うん、そうだな。うん、何しよう。何が分からない。入れようかなって。マジやめた方がいいよ、ランちゃん。そんな辛いですか。いや、もう汗結構やばい。やばい、汗かいてる。これでも結構辛いよね。かわいそうだよね。ほんとに。かわいそうでしょ。ほら皆さん。あ、あね、多い。すいません。あ、すいません。あ、食べたの。めっちゃ辛い。え、めっちゃ辛いよ。え、なんでそんな食べれるの普通にって感じ。アーミンすごい辛い。うん、え、めちゃくちゃ辛いんだけど。やだよ、やだよ。そんななんかツルツルツルっていけないんだけど。待って、1年食べただけで。1年、うん、1本でいいだろ。確かに。
あ、もともとタンタンメンなのこれ。いや、タンメン。え、じゃあタンが1個増えると何なの。え、タンメンってあの、白のやつ。そうそう。これタンメンだったの。やばい、爆笑なんだけど。言っちゃった。これ、タンメンだったの。マジ、これもう1個いるかも。え、これで死にます。ベロの上がね、あちちいちいちいかも、結構。あ、ティッシュあるじゃん。あ、そう。なんでこんな食べれるの。1面、1面でいいよ。いや、青山さんがマジすごいと思う。1面、1面の辛い。1面追加。しんどいよ、これ。これ1面食べたことによって。マジ死ぬって。今食べてるもの辛い。でもなんか、ネモコンのは何なの。普通の蒙古タンメンだけどめっちゃ辛い。すすって食べたら喉に行くから、それで痛くなるからすすれない。この、ね、でも豪快にすすってる姉さんがね。生卵、生卵のパワーがすごい。もうすごい汗。うちももうめちゃめちゃ感じる。激辛食べてる人の顔してるもん。テレビで見るこれ。なんでなんでうちらは、まあ、なんでだよ。これもうなくなりそう、思った。え、すごくない？全然ある。食い方が絶対正解だと思う。全然あるんだよ。めっちゃ辛いが来る前に全部食う。うん、ポコラちゃんマジ汗かいてるね。大汗、大汗。サウナみたい。痩せるよ、これ。サウナ入りました。まずいって言ったやつ。まずい。変なとこ入った。あのね、まずいのもう一個。これがもうね、なくなりそう。あ、それだいぶまずい。これまずい。甘いから。ちなみにこの生卵のアドバイスをくれたのはみんなも知ってるであろう、あの中本が好きな女の子がメッセージくれました。あー、あみちゃん、あみちゃん、そう。そっか、めっちゃ好きだもんね。うん、え、しかもなんか辛いやつにさ、さらにさ、七味とどこみたいなね。一番辛いやつ食べれる人だって、あの人。なんか食べてるとこ見てみた。汗とかかかないのかな。七味唐辛子を食べてたよ。蒙古タンメン食べるっていう名目で七味唐辛子を食べてた。だって水分なくてゴテゴテになってるやつ。どういう気持ち？やっぱ美味しい。はい、これどうぞ。野菜が一番やばい。え、なんでこれ？染みてます。え、野菜しんどい。美味しいですよ。え、美味しい美味しい。キャベツ。美味しいよね。暑い。せんべろ。シンプルに。うん。もう体が拒否して手が動きません。なわけないだろ。食べたよね、これ。いやもうね、絶望なの。この人に野菜とお肉がいっぱい沈んでて。いや、言わなきゃこれバレない。最後こうやって網持ってきてこうやってするから。やば、やばすぎ。チェック入りますもやしが美味しい、普通に。なんかもやし、ありがとう。そう、あのシャキシャキで美味しくていいんだけど、しみしみすぎて死んじゃう。ランちゃん、この状態でフェニキ飲んでるのめっちゃおもろい。また、そしたら食べれるってことでしょ。フェニキを飲んで。そうだよ。うん、ピーンって。え、汗に強いファンデってどこのやつ使ってる。アルメケ。アルメケ。ルミコにもそういうのあるんだ。なんかルミコって全部ツヤってイメージ。でも確かに昔売ってたやつで今売ってないんだよ。なぜなのさ、白いさ粉みたいなのあるじゃん。うんうん、めっちゃ綺麗にならん。え、あれめっちゃ綺麗。あれよりももっといいのが最近出たらしいよ。なんかあれがいいんだって。リフより補正力があるらしい。あ、じゃあ色がついてる。色ついてんだ。え、リフ粉いい？コスプレの現場でメイクさんがやってくれたんだけど、うん、もうすごいってなった。かも補正を。ここやばい。うん、目元は乾燥するよ、ね。刻まれてる。アイクリーム塗らないと。え、すごいよ、あおみんさん。はい、食べちゃう。もう終わりそうじゃん。無理だよ、もう。あとかけらしかない。もう震えてる。ダメ？かけらしか入ってないよ。合格でしょう。やった。あー、ご紹介でした。あー、もう無理です。意外とでも、辛いの食べれない人でも食べれるメニューがあるんだなってね、思った。久々に味噌ラーメンみたいなの食べたけど、辛いのはもう一面で。うん、うん、そう、本当にすごい攻撃力高かった。なんか赤いのがね、つきまとってくるからね。分かる分かる分かる。点点がね。あ、ダメだ、これがダメなんだ。これはやっぱ辛くするの。水、あのお茶、お茶、お茶かダメだ、ヨーグルトじゃないと。バカお茶飲んだからや。せや。え、なんでそんなにお茶。え、普段入ったの。俺は蒙古タン辛いやつ、うん、好きなの。辛いの好きな人はそれ何が違うんだろうね。どういう感じないのかな、一定数。いや、感じないよ。辛いよと思いながら食べてる。で、俺はここまでが普通に。一応限界の辛さはある。全然ある、全然ある。あ、そうなんだ。辛いの
われる中の人でもお前すげえなみたいな人が死ぬほどいる。でも普通だよ俺は。だってこれが多分普通だから。辛い人間の中では辛い人間ではないだろう。絶対辛い人間に入れる。いや入れない入れない。これ辛い人間の仮想に入れる。仮想に入れる。一番仮想ね。ルーキールーキー。そうそう。ゲノゲ。キリトがまだまだの時。まだまだ。俺は今これからビーターになるぞって言ってる頃。まだなんだここはみたいな。しかも日あれログアウトがないのところ。アーミンさんそれで言うと全然わかんない。うん、変わらない。すごい。お酒も変わんないから。変わらない。お酒は変わるよね。あ、でも赤くならないのか。そうそうそう、私も赤くならない。最近飲んでない偉いから。でも3杯、うん、5杯飲んだわ。嘘だった。飲んでます。もっと飲んでる。意外と飲んでるよ。やってます。なんかあおみんさんの生誕行ったけど、みんなやっぱショコラちゃんのやつ、あのゲーム部の時のパラダイスの、パラダイスの、面白かった、おもろすぎたって。またやっぱやってショコラちゃんにシャンパンを開けてほしいみたいな言ってた言ってた。やらない。大丈夫。結局ショコラは一口飲み始めたら楽しくなってるから。やってくれるから。で気づいたらマイクぶん投げてる。なんか気づいたの。悪いことをしたくなるんだよ。悪いことしたくなる。お酒飲むと。普段いいことだから。悪いことじゃないからね、別に。そうですよ。うん、喜んでるからみんな。ゲラゲラ笑いながらマイクガンガンやってるのは確かに悪いこと。悪いよな、酒癖が悪いって。意外と評価になる。うん、そうだよ。多分酒癖悪いのは私だと思う。違うよ、一番ヤバいの知らないよ、だってもっとヤバいのかな、うん、え、なんか知らない人のチャリ盗んで乗っちゃうとか。悪いマジで逮捕だ。飲酒運転しない。ねえ、そうだ、富士急新しいの出てる。ゾコン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 、めっちゃ面白いですよね。いや、もうやっぱ夏といえば富士急だよね。あれでもゾコンは全然怖くなさそうね。うん、あ、その日インフルエンザです。大丈夫大丈夫。みんなで行けば、じゃあみんなでインフルエンザになればいいじゃん。あと骨折もしてると思う。大丈夫だよ、同じ痛みを味わうよ。で、ここに GoPro つけられるでしょ。技術の上にちょうど固定されてるから。まゆちゃんのスケジュールも聞かない。まゆは生理免許担当で、私でも生理免許回避してるから。そればっか言うよね、うん、毎回。マジですごい。え、絶叫と怖いのって言われたら怖い方が嫌だ。大丈夫よ、絶叫全部もう乗れるからね。乗れないよ。大丈夫だよ。もうすべてゲーム部で、このゲーム部に入ってから私の人生は変わった。変わってしまった。トンデミーナ乗りたい。トンデミーナ楽しい。楽しそう。ピザーラのやつ。よく楽しそう、めっちゃ。気持ち悪くなっちゃうから無理なんだよ。こういうの好き。え、終わるんじゃね？終わった。これ食べれば終わり。おめでとう。一回ちょっと。よそって休憩。藤山をさ、歩くやつが一番怖そうじゃない？あ、やってみたい。藤山のあのコースを歩けるの？はい、やりません。はい、やりません。怖くないですか？めっちゃ痛い。自分で歩くんだよ。それだけはやりません。命綱みたいな。そう。いや、何の罰ゲームですか？いつもは自動で登るやつ、自分の足で登らなきゃいけないんだよ。なんか、うん、もうずっと来ないよ。富士急、5月の頭かな？おっ！おぉ！もう汗だくだ。すごいね。もうよ。頑張りました。頑張りましたんで、もう許してほしい。あ、動画のコメントにスーパーセンクスいっぱい来るんだろうな、これ。頑張ったねのスーパーセンクス。赤いの食べてるからね。赤いのが？赤いの食べてるからね。赤いの食べてるからな。そうさまでした。血しぶきがすごい。血しぶき。繁殖。頑張りました、はい、逆に普通の味噌タンメンの人が完食していない。すいません、真っ黒。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価スーパーサンクス。頑張ったねのスーパーサンクスお待ちしております。バイバーイ、バイバーイ。